長。ボジョレー、まだつかねえブルー。まだまだ。登山は楽しいわ。さすがにちょっと疲れてきたな。あ、ニワトリがいるんだな。それニワトリじゃなくてライチョウだよ。ライチョウ？そう、高山に住む鳥ライチョウ。神の鳥とも言われる貴重な鳥だよ。神の鳥？ライチョウって神様ブルー？いやいや、そうじゃなくってね。昔から霊峰とか霊山とか言われてる山には神様がいるっていう信仰があるんだよ。高山にしかいないライチョウは神の使いとされていたんだ。なんで高山にしかいないんだ？鳥なんだからあちこち行きゃいいじゃん。ライチョウは飛べるんだけど、あんまり飛ぶの得意じゃないんだ。ライチョウは大昔大陸とつながっていた氷河期の頃に日本にやってきたと考えられているんだ。氷河期が終わって大陸と離れた日本に残されたライチョウは飛ぶのが苦手だから大陸には戻れない。低いところは気温が上がったため暑さが苦手なライチョウは標高が高く涼しい山岳地帯へ移動したんだ。そして逃げ遅れたライチョウたちは絶滅して、高山にいるライチョウだけが生き残ったんだよ。日本の本州の高山にいる日本ライチョウが世界で最も南にいるライチョウなんだって。なるほど、そうだったのか。あ、よく見るとあそこにもいるんだな。ライチョウの羽の色は保護色になってるから分かりにくいんだよね。夏と冬では全然違う色になるんだよ。夏場は岩などに紛れるよう地味な黒っぽい色で、冬になると雪と同じ真っ白になるんだ。ライチョウの足が毛で覆われてるのも珍しい特徴で、学名がラゴプスっていうのは白い毛で覆われた足がウサギに似てるからなんだって。学名？ラゴプス？ちょっと難しいけど、なるほど。ライチョウは高山の廃末帯に巣を作り、主な餌は高山植物。春につがいを作り、6月頃には産卵、夏にヒナが誕生するんだ。ヒナが誕生すると、それまで見張りをしていたオスは子育てはメスに任せて縄張りを解消し、どっか行っちゃうんだって。秋には大人と変わらない大きさに成長するけど、鳴き声はまだピヨピヨ。そして厳しい冬になると雪に穴を掘ってすっぽり収まって、吹雪に耐え春が来るのを待つんだよ。近づいても逃げないわ。刺激しちゃダメだよ。ライチョウは神の鳥とされて昔から大切に扱われてきたから人間を怖がらないんだよ。でもライチョウを取り巻く環境がどんどん危なくなっているんだ。日本ライチョウの生息数は約3000羽と言われていたけど、この20年ほどで約 40% も減少したっていう調査結果も発表されているんだ。原因は温暖化による環境の変化や、猿や鹿などが高山帯にまで進出してきたこと、登山道の開発などによる生息域の減少、観光客の増加に伴う環境汚染などが考えられるんだ。でもマイカー規制をしたり、登山者の立ち入りを制限した乗鞍岳ではライチョウがちょっと増えたんだって。やればできるじゃん。僕たちもライチョウや高山の環境のために、登山のルールはきっちり守って、温暖化についてもちゃんと考えないとね。おう、ピザーソナラボトーピーマン、おうピーマン、おう僕らのピーマン。